グッモーニングハロー。前回冬鳥であるジョウビタキと出会い、冬の近づきを感じたナトは冬鳥を探しに行くことを決意する。カモならもっと会えるのではないかと思い、海側まで行くのだが、果たして出会えることができるのだろうか。それじゃあ素人ナチュラリストナト始まるよ。このホテルちょっと好きで、このテレビ、このでっけえテレビにですね、携帯の YouTube いや見れるんですよ。ちょっとテンション上がっちゃってですね、昨日全然寝れなくて、いろんなの見てましたね。いやほら見てください、うちのひばかりちゃんです。グッモーニング、うわーグッモーニングハロー、うわーナトさん、うわーナトさん、かもしかせー、さあテンション上げてくれ、でトーンナチュラリスト始まるよ。さあフィールドにやってきました。さてさて冬鳥見られちゃうのかな。他にもね虫とかいたらね、バンバンそいつらを取っていきたいと思います。いましたよ。はい、前回ちょっとね紹介させていただいた貝殻虫の仲間ですね。なんだっけ、ルビーロー貝殻虫、ペーついてやがる、これ全部そうですね、これ全部そう。はい、今日のメインはですね、虫じゃないんです。虫じゃなくて鳥ちゃんをね、最近鳥ちゃん全然取ってないですからね。オッケー、ムラサキシジミ、寒くなってきたから羽広げて体温めてますね。ちょっと遠いな、めっちゃ綺麗。おお、瞬間は取れなかったけど、うまい具合に捕まえたね。お、どうした？でかくて苦戦してやがる。あー、ゆっくり食え。いや、今日あったかいね。あったかくて気持ちいいよ。いや、それだからかな。人めっちゃ多い。ヒューメン多いな。なあ、俺もっとね、静かな感じを想定したんですけどね。あと管理人さんが結構ね頑張ってくれてる。今日どうした、なんかあるんか。鳥もなかなか出てこないんですよ。元気やな、いいね、親子とツーリング。こげらナイス、オッケー。ちょっと葉っぱ邪魔よ。あ、お尻だ。あ、行っちゃった。いいぞ、頑張れ。なんか見つけろ。おー、めっちゃついてる。いるんか、そこに。あー、頑張ったね。うわ、めっちゃ穴開いてる。あ、すげえ。おー、ジーザス、松笠キノコもどきです。ちゃんとね、松からニョッキリ生えてます。もう一発で見つけましたよ。もう俺の目も慣れてきたな。ちょっとしおれてますね。最近雨降ってないからか。ね、またこの辺で生えてください。また会おうな。ちょっと菌糸っぽいのもまだあったし。あ、これもそうじゃん。うわー、めっちゃ乾燥してる。ちょっと逆光だな。冠カイツブリさん、おイケメン。お、ゴリュー、つがいかな。やべ、どんどん離れてく。もう写真諦めるか。キジポッポ、俺そこ通りてんだわ。ちょっと失礼しますせー、キジポッポ。ごめんね、お食事中ごめんね。ちょっとね、横通らせてもらうぜ。あ、かわいいね。はい、シジュウカラちゃんゲットだぜ。あ、メジロちゃんもいる。あれ、メジロちゃんなんか。あ、シジュウ、あ、
もっとちゃんと通ればよかった。あのメジロっぽいのもいますね。やべえ、マジで何もいね。いや見誤ったか。でもう少し先か来るのは。おい、カモンカモン。あ、なんかいた。奇跡じゃん、こいつ全然気にしてねえな。丸っこいな、この子。大高ちゃんは、ああ、ノスリか。酸欠、ダメだ、脳足だ、猛犬おったけど痛い、つまずいた。ああ、逃した、悔しい。ああ、何だったんだろう、あれ。あ、いたいたいた、カワセミ。よし、いいね、カワセ強い。いやー、ダメだ、人が多すぎていつもよりはしゃげない。てなわけでですね、ちょっとフィールドを変えていきましょう。じゃあ次のフィールド行きましょう。レッツゴー。